目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃんとお話ししても。館長、頑張ってね。バルキリーメイ。にゃんにゃん。行きましょう、課長。これ以上進ませないわ。全力で行くわよ。館長、起きて。
キアナちゃんだけでも。第三密者の活動反応を検出、制限プログラム起動。地獄に落ちるがいい。準備完了。準備が完了したよ。標準補給チケットを配布したよ。初申請が確認されたよ。申請開始。強敵経験値チップを使用。経験値チッププログラム起動。艦長、ケチらないでよ。たくさん使っちゃ、経験値の上昇によりスキルシステムが限界に近いの。艦長、サブスキル、ここでサブスキルのアンロックや強化ができるよ。バルキリーちゃんも忘れずに連れて行ってね。行きましょう、艦長。発見できず、無条件射殺許可。ファイヤー、体力補充完了。ファイヤー、
照準装置。艦長、バルキリー戦車の筆跡に大量のダメージだから、必殺技を発動したらキャラアイコンをタップしてキャラを切り替えても、バルキリー戦車は必殺技が終了するまでフィールド上にいるよ。イエス、マスター。敵へ発見できず。目標発見。ファイヤー。イエーイ。ファイヤー。機器解禁。ボイドエクスプロージョン。全員沈黙。これより帰還。行きましょう、艦長。了解です、艦長。ちょっと不安かも。まったくもう。セッフッキャッ。手段は選ばない。システム警告、第一級戦闘準備。ファイヤー。イエーイ。レスキュー戦術。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。目標。イエーイ。ファイヤー。イエーイ。射撃開始。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。任務完了。待機モードに移行。